日下部港の本社兼フェリー乗り場。内海フェリーは、香川県の小豆島町日下部本町にある海運会社で、県都である高松市の高松港と小豆島の日下部港を結ぶ航路を運航する。2021年3月31日をもって航路休止となった。小豆島にあるフェリー会社の一つで、小豆島東部にあり管下経営の入り口となる日下部港を拠点としている。新型コロナウイルスによる影響により7月には1000万円の赤字が発生していることや、2020年9月中に完成予定の新造船の導入が重荷となり、両備えグループに2020年7月に支援を要請。同年8月31日をもって、同グループの国際両備えフェリーが全株式を取得して子会社化した。今後、同じ小豆島を拠点とする国際両備えフェリーの航路と統合するなどして、当面は船の貸し渡しを担う会社として存続させつつ、経営の効率化を図るとする。距離は高松と小豆島を結ぶ他航路よりも長く、所要時間は初代と2代目のフェリーは他航路より10分、長い70分であった。3代目ではスピードアップし、他航路と同様の60分に短縮されたが、4代目、就航時に70分で航行。なお、2021年3月31日をもって、航路を休止。日下部港から 8km 西の池田港を拠点とし、航路距離が短い国際両備えフェリーの高松航路に統合する。同航路は1日8往復から10往復に増便予定である。なお、小豆島町から要望のある高速船の再開について、両備え側では今後の課題としている。詳細は各項目参照。どちらも一隻ずつの所有のため、フェリーのドック入りの際は他社よりフェリーを借用して運航、高速船は運休となる。2017年9月1日より高速船の運航を休止したが、再開の目通が立たないまま、2021年3月31日をもって航路休止となった4代目フェリー就航初日の2020年10月6日、高松港でロープで繋がれたままフェリーが出航し、切れたロープが陸上の男性係員に直撃し大怪我を負う事故が発生。高松海上保安部は船長がロープを外していないことを確認せずに出航した可能性があるとして、業務上過失傷害の疑いで捜査している。ありがとうございます。